こんばんは。こんばんは。チョコお疲れ様でした。お疲れ様。頑張ったですね。頑張りましたね。次の日どうぞ。わけですか。でかいやつもお湯でざりとか。あ、回遊。はい、回遊してたので、結構夢があるなと思います。確かに。秋とは言えどね。今の時期でも全然夢ある、ね。確かに確かに。ギガップね。ギガップ。あると思います。ってことでね、今日はですね、はい、前回釣れたオリイカ、はい、お気付けしたじゃないですか。あのイカをですね、はいはい、約1年ぶりに浜口町にあるおかげさんで、今回もアレンジしてもらっちゃおうかなと。そういうことです、はい、しかも、はい、家庭でできる料理らしいんですよ。ってことでね、はい、早速やってもらう料理の方に、はい、移っていきたいと思います。おかげの大将、リュウさんです。はい、よろしくお願いします。1年ぶりです。久しぶりです。久しぶりです。はい、ってことでね、今回リュウさんにね、はい、あ、メニューは どうします先言います。今日はですね、楽しみにしておきます。わかりました、はい、早速、イカさんの方、はい、中にね、入ってるんですよ、はい、炭がなんかね、炭がいいらしいですね。あ、使ってる。使ってるよ。すごい使ってるじゃない。やばい、型までいってますもんね。え、型まで。え、で、このイカを出したのがこちらです。あ、もう色が色がね、旬でますね。旬でますよ。旬でます。じゃあ早速、はい、さばいていただきましょう。はい、お願いします。お願いします。あ、中まで色がしっかりついてますね。あ、来ました、マー君も。ただいまー。ただいまー。参加しましたよ。食べたくて今ね、さばいてもらってるんで。やばい。ぜひぜひ。ちょうどいいところ。はい、ここは何できるんやろ。楽しみやわ。どうなるんやろ。さばいております。ざく切りみたいな感じよね。家でもで食っとやろ。家でするよね、うん、家でするような料理っていうね。今ね、秋シーズンやけんがベーキングされる皆さんはね、ぜひ参考にしてみてください。もう特別な調味料は一切使わない。ああ、はい、これで1杯分。ざく切り2センチ角ぐらいかな、大体。最近流行りの、 あのキャンプで使う、はい、あのメスティンっていうやつ。メスティン、はい、イチゴサイズのやつ。炊き込みご飯を作った場合が基本的には炊飯ジャーで炊くんで、はいはい、じゃあ白米が食えないじゃないですかね、はい、白米食べた場合はもう炊飯ジャーで、炊き込みご飯作った場合はこれだけとか、お一人様サイズで。なるほど、はい、でこれあの100均に売ってますんで、固形燃料、これも100均に売ってます。でこのボトップ、これも100均に売ってます。全部100均。全部で300円。これは多分500円。あ、これが多分3個で100円とか。これは100円ですね。へえ。お米ちゃう。お米が回ってます。もうお好みで。へい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 。ちょろっと薄口醤油。薄口醤油。醤油。キャップいっぱい。ネジ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 。もうバカですね、こいつら。で、これが消え終わったらもう超度なんですよ。あ、そうなんだ。これ1号に対してかからなくていい。かからなくていいです。多分これがあの100均にある多分 25g ぐらいの固形燃料なんですけど、これでちょうど。なるほど、はい、じゃあこれを待つと間に何か作りましょう。おいっす。はいはい、何でしょうかね。次はチャーハン作るんですけど、メニュー聞いちゃった。あんた今回ちょっとあの手順はちょっと普通のチャーハンとは違うんですけど。なるほど。家庭でもこう失敗しないように、今回はもう椎茸と玉ねぎだけです。もう米もそのまま入れます。はいはいはい。で、混ぜる。ここで混ぜる。はい、普通は卵を先に落として米を入れるんですけど、こっちの方が失敗しにくいです。あ、そうだ。パラパラになりやすいです。でもチャーハンってやっぱりパラパラやからね。はい、ここで混ぜちゃう。混ぜちゃう。イカちゃんも。はい、今回は家で作る用を想定してるので、はい、普通のフライパンでしてみよう。なるほど。パラパラにするコツ、はい、まず卵を混ぜる。で、あとフライパンをよく焼く。煙が出るぐらい。あと油ちょっと多め。油多め。嬉しい限りでございます。主食は油ですか。出てる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 。はい、入りまーす。広げる。もう一人ちょっと置いてや。
最初はもうちょっとです。そうなんだ。味付けはもう塩コショウだけ。これも、はい、一般の塩コショウ。あとはもうずっとひたすら炒めるだけ。あくまで今日は簡単に。簡単に、ね、簡単に、またちょっと、醤油で少し色つけて、色つけ、これ入れすぎると焦げるんで、はい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 、あと、醤油入れたらもうすぐ振るように。なるほど。ここはニンニクのみじん切り、で最後にバター入れて、油分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 、ガーリックバターチャーハンになる。なるほど。ネギ来た、ネギ来た。わ、絶対うまい、うまい、やばい。うわー、美味しそう。匂いがな、もう匂いが。バターしてだって。バターしてる。牛なのよ、もう。もう。お酒にいただきます。匂いがすごいんですよ。ですね。見ます、ほら。うわー、あ、もうパラパラしてるんです。じゃあ、いただきます。はい、はい、絶対うまい。あ、うまいね。イカがちょうどいいですよね。柔らかさっていうか、チンコちゃんだから。なるほど。これ本当に家庭で絶対失敗しませんから。私は人生失敗ですから。あ、匂いが、あ、うまっ、うまっ、ちょっと、おいて。うまい。コーティング最悪。ちょっともう一回。はい、どうしよう、どうしよう。ニンニクが吹いてる。お前全部言おうでしょ。残しとけ。綺麗に食べました。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった。すごく、まあ、次次早く次次次はちょっとさらに細かく。皆さん当ててくださいね。クイズですよ。何を作ってるでしょうか。焼き。ヒントは焼き。焼き、はいはいはい、焼き飯。焼き飯やね。はいはい。お米の中に緑の大葉を入れちゃって、入れちゃってごま、醤油、醤油、このこれだけでうまそう。みりん、みりん、いきますよ。イカ、イカ、かつお節、かつお節、あ、なんかかつお節で混ぜると。混ぜる。さっきのあのチャーハンと一緒みたいな感じですね。匂いがまた違うもん。え、何が作るよか分かった。分かりましたよ。全然分かんない。チャーハンしか作るよ。チャーハンがどういうとこにいますか。もういるのよ。なんか布、何でもいいです、はい、で、こう全部覆って、はい、ひっくり返します、はいはいはい、これでちょっとまた15分、20分ぐらい待っとけば。おー、薄い。何を作ってるでしょうか。ちょっと待って、握ってますけど。寿司、寿司、寿司、寿司。あ、おにぎりじゃん。きよし、きよし。どっち。おにぎり大好きでね。これ焼くらしいんで、これ焼きおにぎりじゃない。近い。あ、俺や。普通のおにぎりよりはちょっと力いい。かつお節とかを入れとったら、こっちのつなぎ代わりには、ね。家庭でするなら、魚や引きのグリルとかでしてもらえる。燃えちゃってます。うわー、嬉しそう。おにぎり、うわー、いい色。おにぎり喜んじゃってるじゃない。おにぎりが、ってってって、わー、美味しそう。おにぎり、焼きおにぎり、それで押されたやつが、うわやばー、うまそう。色がいいね。ネギの色はね、またね。おきづけイカの炊き込みご飯になります。炊き込みご飯になります、はい、うわー、行く行く。一発目いそ。あ、あ、匂いがすごい。わあ、お気づきちゃんと。あ、すごい。うまい、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 うまい。じゃあいただきます。おい。あ、匂いマジよ。やばいね、匂いが。香りがね。うん、匂いがいいよ。あっさりいける。ずーっと食べれるやつ。本当にイカもちょうど柔らかいし、やっぱさっきと一緒で。うんうんうん。さっきと一緒ね。うん。全く。
いかや柔らかいしかこいつ言うとは。もう一回、もう一回いこうか、うん、じゃあいただきます、はい、どうぞ。あーこれもう家で美味しゅうございました。まあ、次もね、まだおにぎりでしょ、おにぎりが待ってるんでしょ、見てください、神々しい、神々しい、あ、音が、うん、やばい、うん、いや、多分これが一番うまいと思う、匂いが、これマジやばか、いや、マジやばい、これマジ冗談じゃなかった、冗談だった、すごいです、じゃがいもがおにぎり食ってますよ。じゃあ大好きなおにぎりいきます、いただきます、いただきます、あ、バカですね、もうゴリラだもん、ゴリラの子供だもん、ゴリラの子供でしょ、来ましたね、おにぎりちゃん、あ、ね、匂いがね、うわぁ、うまっ、うまっ、あ、うまっ、噛めん噛んだらな、カツオ節が効いてる、で、最後ちゃんとイカの磯来るから、はいはいはい、ごちそうさまです、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いえいえいえ、お疲れ様です。今回も美味しかったです。めちゃめちゃうまかったやん。まだ全部家庭でできるやつ。ね、はい、ぜひね、皆さんちょっとチャレンジしてみてください。うまい。え、どの料理がよかった？あ、いや、やっぱりどうしてもおにぎりになっちゃいますよね。あ、取られた。僕も焼きおにぎりですね。はい、いいですけど。やっぱチャーハンの衝撃、あ、最初の一発目のね、一発目の衝撃はやっぱ今でもこれにもニンニクしかも絶対失敗しないやり方を教えてくれた、はい、間違いない、確かに、はい、ということでね、秋のエギフ楽しんでお気づけなんかもして、うん、美味しいご飯を食べてください。今回この動画見てご飯美味しそうだなと自分も作ってみようかなって思った方は、高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。